グラネス・グラネスはかつてのソビート連邦が開発し、現在はロシア航空宇宙軍の手によってロシア政府のために運用されている衛星測位システムである。アメリカ合衆国によって運用されているグローバルポジショニングシステムや欧州連合によって計画されているガリレオなどに対応したロシアの衛星測位システムである。グラネスの開発は1976年に始められ、 全世界を1991年までにサービス範囲に収めることを目標としていた。人工衛星の打ち上げは1982年10月12日から始められ、1996年に24機すべての衛星が運用開始されるまで多数のロケットの打ち上げが行われた。完成後、ロシア経済の崩壊に伴いシステムは急速に能力を失った。 ロシアは2001年からシステムの修復を開始し、近年システムを多角化して、インド政府を協力者に迎え、2009年までに全世界をカバーする計画を推進し、2011年に全世界で実用可能となった。グラネスは当初はソビエト連邦軍の後方、及び弾道ミサイルの照準といった軍事目的での即時の位置。 速度測定のためのシステムとして開発が始められた。高い精度で位置を計算するために2時間の信号処理を必要とした都市からシステムを改良したソ連の第2世代衛星測位システムである。グラネスの目的は地球上及びその周辺で航空機や船舶等あらゆる分野のユーザーに対して全天候型の3時元測位や速度、時刻のサービスを提供することとされた。 1> 第1世代のシステムと異なり、グラネスでは受信機が一度衛星からの信号を受信し始めると位置測定を瞬時に行うことができる。最大効率の時にはシステム標準の位置、時刻精度は水平位置で57から70メートル、垂直位置で70メートル、速度ベクトルで 15cm 毎秒、時刻伝送は1マイクロ秒とされている。グラネス衛星は 配置が完了した時点では、3つの軌道平面上に並べられる合計24機の衛星から構成され、それらのうちの21機が信号を送信する運用状態に置かれ、残る3機が予備として待機状態に置かれることになっている。3つの軌道平面の昇降点は120度ずつずれていて、それぞれに8つの衛星が等間隔で配置される。軌道はおおよそ円軌道で、軌道傾斜角は、 赤道面に対して64.8度であり、19100km の高度を一周約11時間15分の高転周期で周回している。軌道平面はそれぞれの間に15度ずつ緯度がずれるようにしてあり、これにより赤道との軌道の高点を3つの軌道平面に属する衛星が同時に通るのではなく、1回に1つずつ通るようになっている。 このような配置で21機の衛星が運用状態に置かれると地球上の97%の地点から常時少なくとも4つの衛星を視野に入れることができるとされ仮に24機の衛星が運用状態に置かれると地球上の99%の地点から常時少なくとも5つの衛星を視野に入れることができるとされる各衛星は所属する軌道平面と 軌道平面内の位置を指定するスロット番号で識別されている。番号1から8が軌道平面1,9から16が軌道平面2,17から24が軌道平面3である。このようなグラニス衛星の軌道により、どの衛星も地球上の同一地点上空を8構成尾容きに通過することになる。しかしながら各軌道平面に八つの衛星が配置されているので、 一構成病気に同一地点上空を衛星が通過する。GPS と比較すれば GPS 衛星は同一地点上空を一構成病気に通過している。ロシアの軍用グラネス GPS 統合型受信機グラネス衛星は主に2種類の信号を常時送信している。一つは標準精度信号であり、もう一つは複合コードが取得された高精度信号である。両者とも すべてのグラネス衛星が同一の PRN コードを送信している。また、これら2種類の信号に加えて広報メッセージも送信している。標準精度信号すべての衛星が同一の符号を標準精度で送信している。L1 と L2 の周波数帯では、コードチップ率は 0.511mcps、コード長は511チップスであり、コード周期は1ミリ秒である。 M 系列を使用した短いコードであり、信号補足は短時間で行える。L3 の周波数帯では、コードチップ率は 4.095mcps。コード長は非公開であり、コード周期は不明である。高精度信号高精度でも、同じような周波数分割多重で送信している。L1 と L2 の周波数帯では、コードチップ率は 5.11mcps。 コード帳は511万チップスであり、コード周期は1秒である。L3 の周波数帯では、コードチップ率は 4.095mcps。コードは非公開であり、コード周期は不明である。高精度信号の詳細な情報は公開されておらず、ロシア軍のような認可された利用者のみが、高精度信号の利用が可能である。 なおグラネスシステムの HP コードの周期は1秒なので、米国の GPS の C、A コードと P コードの間のようなハンド、オーバーワードは不要である。広報メッセージ広報メッセージには、衛星の軌道情報や健全性情報、補正データなどが含まれる。SP コードと HP コードでは異なるフォーマットが採用され、HP コードの方が長いフォーマットにより、情報精度も高くなっている。 SP コードは、1数イコール5フレームイコール75ストリングであり、1ストリングイコール100ビットイコール200シンボルである。1ストリングは15ビットの時刻マークと85ビットのデータが含まれる。1シンボルは10ミリ秒であるため、1ストリングは2秒の長さとなる。起動情報のように重要な情報は、HP コードでの10秒や、SP コードでの30秒ごとのように、 高頻度で繰り返されるが、重要度の低い情報は、複数フレームに分散されて送られるため、例えば外略歴を得るには、HP コードでは72フレームからなる、スーパーフレームすべてを受信するのに12分かかり、5フレームの SP コードでも2.5分かかる。グラネス衛星は、蒸気の標準精度信号と高精度信号、それに、広報メッセージといった情報に、 b p s 系変調が加えられ、2010年現在は FDMA 方式によって L1 から L3 までの3つの異なる周波数の搬送波で送信されている。それぞれの搬送波バンドは12チャンネルに分割使用され、最大24機の衛星が地上から見て常に異なる周波数を受信できるようになっている。 L1 バンド L1 バンドと呼ばれる 1602.5625MHz を中心とする周波数帯を使っており、中心周波数を計算する式は、K をマイナス7からプラス6までの各衛星の周波数チャンネル番号としたとき、1602MHzK0.5625MHz となっている。信号は38度の円錐状に右線変波で、 東日東方放射電力25から 27DBW で送信されている。最大効率の時に4つの衛星からの標準精度の信号を同時に受信することで、水平位置で57から70メートル、垂直位置で70メートル、速度ベクトルで 15C メートル毎秒、時刻伝送は1マイクロ秒の精度を得ることができる。 意図的に、標準精度信号の精度を落とす SA は2010年3月、現在まで行われていない。L2 バンド L2 バンドでは 1246.000MHz を中心とする周波数帯を使っており、それぞれの中心周波数は 1246MHz 計 0.4375MHz で与えられる。L3 バンド L3 バンドでは1204.7040。 メガヘルツを中心。2009年のグロナス系衛星から導入された、この L3 バンドには、今後、完全性情報、ディファレンシャル補正情報、時刻補正情報を含めるように計画されており、将来は、L3 バンドの内容が大きく変更される可能性があると公表されている。L1 と L2 のバンドでは、SP コードに 0.511MCPS の BPSK 変調が加えられるために、チャンネルごとのメインローブによるバンド幅は 1.022MHz となり、HP コードには 5.11MCPS の BPSK 変調が加えられるために、チャンネルごとのバンド幅は 10.22MHz となる。L3 バンドは、SP コードと HP コードの両方とも 4.095MCPS の BPSK 変調が加えられる。 ために、バンド幅は 8.190MHz である。SP コードのキャリア周波数の間隔が 0.4230MHz や 0.5625MHz であるため、互いに重なり合い、干渉を受けやすい。隣接する SP コードの相互相関はマイナス 48DB 以下である。L1 と L2 の両バンドのデータビット率は 50SPS、BPS である。 L3 のデータビット率は不明である。グラネスでは座標形として PZ-90 という北極点の位置を1900年から1905年までの測定位置の平均としたものを採用している。これに対して GPS では WGS84 という1984年時点での北極点の測定位置を元にした測地形を採用している。 グラネス中央局の水素メーザー時計によって基準となる時計が保持されている。アトックとの間にはモスクワとグリニッジとの時差に起因する3時間の差があり、この3時間を別にすれば1ミリ秒以内の差が容認される都市化だシステムと同様に、グラネス衛星は NPOPM が主導し、インスティチュート・フォー・スペース・デバイス・エンジニアリングとザ・ロシア・インスティチュート・オブラジオ・ナビゲーションタイムの 支援で開発された。これもまた都市化だシステムと同様に、グラネス衛星の製造は、ピレット PO を主として行われた。30年を超える開発の過程で、衛星には多くの改良を加えられてきており、いくつかの世代に分けられている。核衛星は、ウラガンという言葉に数字を組み合わせた名前が与えられており、また、試験衛星には、ウラガンに、 GVM という略字が組み合わせられた名前が与えられていた。すべての裏側衛星は、グラオーの識別符号で11回654が与えられており、また、各衛星には、通例の連番記号で、コスモス NNNN の識別符号が与えられている。原型機、編集最初に打ち上げられた、グラネス衛 3機のダミーと18機の原型機が1982年から1985年にかけて打ち上げられている。寿命はわずか1年ほどと設計されており、実際には平均で14ヶ月ほどの活動期間であった。第一世代、編集詳細は、グラネスを参照裏眼衛星群の実用上最初の世代は、三軸安定化された。 重量 1250kg のもので衛星コンステレーション内での再配置が可能なように簡単な推進システムが備えられていた。さらにブロック E や IIBE、II f に分けられ、それぞれのブロック内でも全身的に改良が行われている。6つのブロック E やの衛星は原型機より改良された時刻、周波数精度と周波数安定性を持っており、 1985年から1986年にかけて打ち上げられた。これらの衛星は平均16ヶ月。ブロック IIB の衛星は2年の寿命で設計されており、1987年に登場して全部で12機が打ち上げられたが、その半分は打ち上げの失敗で失われた。軌道投入に成功した6機の衛星は平均でほぼ22ヶ月間、活動した。 ブロックイフは第二世代の中で最も多数が製造された衛星である。主に1988年から2000年まで使用されたが2005年までの打ち上げにも一部含まれており合計で25機が打ち上げられた。設計寿命は3年であるが多くの衛星がこれを超えて後期の衛星の中には68ヶ月稼働したものもあった。ブロック2の衛星は典型的には バイコヌール宇宙基地からプロトン系ブロック DM-2 ロケット、またはプロトン系ブリス M ロケットを使って3機一度に打ち上げられた。例外は2回の打ち上げでグラネス衛星1機の代わりにエイタロン測地用反射体衛星が搭載された時である。第2世代編集詳細はグラネス M を参照第2世代の衛星はウラガン M と呼ばれ、 1990年に開発が開始されて2001年に初めて打ち上げられた。これらの衛星はかなり長い7年の寿命を持っており、またわずかに重くなって1 4 8 0ラムとなった。直径およそ2 2トル、高さ3 7メートルあり、太陽電池パネルは広げると7 2メートルで、打ち上げ時点では1600ワットの発電能力がある。 後部の搭載物構造に1 2の主アンテナを L バンド送信用に備えている。レーザー用コーナーアーキューブリフレクターを正確な軌道決定と測地研究のために搭載している。セシウム時計が搭載されていて時刻を刻んでいる。精度の向上のためソフトウェアのアップデート計画がある。また CDMA 信号に対応したものもある。 2015年7月に最終号機である61号機の製造をもって次世代のグラネス K 及び K2 に生産が移行しグラネス M の製造は終了した第1世代と同様に第2世代でも3機同時にプロトン K ブロック DM-2 ロケットまたはプロトン K ブリス M ロケットで打ち上げられた第3世代編集詳細はグラネス K を 参照第3世代の衛星は、裏眼系と呼ばれている。これらの衛星は10年から12年の寿命で設計されており、重量は削減されて 750kg、また L バンドの追加の位置測定信号を提供することに、以前の衛星と同様に三軸安定化されており、天底追尾型で2つの太陽電池パネルを備えている。第3世代は2009年に運用を開始する。 予定である FDMA 方式に加え CDMA 方式の信号も送信することにより他のシステムに比べて大きな利点を有するとしている。グラネス系衛星に関する別の情報では、使用書では保証寿命10年、重量 850kg、電源1 2 7 0ト広報機能部消費電力7 5 0ト時計の安定性110から13、 姿勢制御精度0.5度、太陽光パネルの方向精度1度とされており、救助探索機能も加えられているとされる。グロナス K から L3 バンドの送信が開始されるとされ、セシウムとルビジウムの原子時計が搭載される。2012年以降のいずれかの時点で、グロナス K に続いて、グラネスケム衛星が計画されているとされる。重量が削減されたため、 グラガン K は、プレセツク宇宙基地から、かなりコストの安いソユーズ 2.1A ロケットで2機ずつ、打ち上げるか、あるいは、バイコヌール宇宙基地からプロトンケーブリス、M ロケットで6機ずつ打ち上げることができる。第4世代、編集詳細は、グラネス K2 を参照グラネス K の発展型。寿命が10年となり9つのナビゲーション信号を、送信し、 重量は約 1800kg とグラネス K1 の2倍の重さになる。地球の電離層の影響を補正する信号が追加されて精度が3倍に向上する。打ち上げは2020から2021年に行われる予定で2030年代にグラネス K2 によりグラネスシステムが更新される予定。グラネスの地上管制部門は旧ソ連領域内に配置されている。 システム完成センターシステム完成センターは、モスクワの南西約 70km にある、ロシア宇宙軍管理下のクラスノズナメンスク宇宙センター内にあり、システム全体の完成と運用が行われている。中央シンクロナイザーグロナス時計の管理は、モスクワのシチョルコボにある中央シンクロナイザーが行い、水素メーザー原子時計による標準時刻を保持している。 中央シンクロナイザーからは少なくとも1日に1度以上の頻度で電波によって上空に飛来した衛星との距離を数メートルほどの精度で測ると同時に110から13の精度で衛星からの後方信号と自身の原子時計との比較を行い衛星時計の時刻と位相のオフセット量を決定予測しているこれによる衛星軌道位置の予測計算は24時間分が行われ その更新送信は1日1回衛星に送られる。衛星時計の補正指示は1日に2回衛星に送られる。TT&C 局4つある遠隔測定、追跡、制御局はサンクトペテルブルク、モスクワのシチョルコボ、シベリアのエニセースク、コムソモリスクナームーレ、南アフリカのハルトエベーステック電波天問題に置かれている。その他、 ニカラグアに設置されることも発表されている。10から15部の観測が毎日それぞれ3から5回行われ、衛星の追尾監視とシステム管制センターからの情報を送信すると同時に2から3メートル。距離測定値は毎時間ごとにシステム管制センターへと無線で報告される。レーザー追跡局 TT&C 局を保管する目的で5つのレーザー追跡局が ロシア国内のコムソモリスクナームーレ、カザフスタンのバルハシウクライナのエベッポトリアとテルノーピリ、ウズベキスタンのキーターブに置かれ、数センチメートルの精度で衛星までの距離測定が行われる。距離測定値は毎時間ごとにシステム管制センターへと無線で報告される。1960年代後半から1970年代前半にかけてソ連は 新しい衛星測位システムの必要性とその利益を認識していた。ソ連が当時使用していた都市下ら衛星測位システムは固定地点や速度の遅い船などからの利用ではとても高い精度を出すことができたが位置を確定するために受信機が数時間信号を処理する必要があり、多くの利用目的や特に新世代の弾道ミサイルの誘導に利用することはできなかった。 1968年から1969年にかけてソ連国防省の研究所と科学アカデミー、ソ連海軍はその陸海空宇宙戦力のための単一の即位システムを開発するために協力を行った。この協力により1970年にシステム要求事項のドキュメントとしてまとめられた。6年後の1976年12月、 統一衛生速システムグラネスの配備についてという、大のグラネスの開発計画が、ソビエト連邦共産党中央委員会と、ソビエト連邦最高会議幹部会の承認を受けた。1982年から1991年4月まで、ソ連は合計で43機のグラネス関連衛星と5機の試験衛星を成功裏に打ち上げた。1991年時点で、 二つの軌道平面22の活動中のグラネス衛星が存在しており、システムの限定的な利用が可能であった。1991年のソビエト連邦の崩壊後、ロシア連邦政府がグラネスの開発と運用を引き継いだ。1993年9月24日、当時のボリス・エリチン大統領は、正式運用開始を宣言したが、実際に24機の衛星すべてが揃って、 運用を開始したのは1996年1月18日であった。同年に、ロシア運輸省は、少なくとも、今後15年間は自由無償で、民生利用のために提供すると発表し、この後、ICAO でも利用が承認された。完成後6年間、ロシアは、システムの保守を行うことができなかったため、全地球即位システムとしての機能は徐々に、失われていった。 2001年には運用を続けている衛星は最小の6から8機になった。グラネスシステムが急速に荒廃しつつあったことに伴い、ロシア政府によって2001年8月20日にグローバル、ナヤナビガトナネヤスプニコバヤシステマという名の特別目的連邦プログラムが始められた。それによれば、グラネスシステムは24の衛星が軌道上にあり、 全地球で即位が可能な完全な配備状態に2011年までに復旧されることになっていた。ニューヨークタイムズは2007年4月、ロシア政府が打ち上げを加速して、2007年には8機の衛星を軌道に投入し、2009年までに全世界での即位可能な状態に到達することを確約したと報じた。マイクロコムシステムズ社はそのウェブサイトで2007年9月と12月の 打ち上げで最後の第2世代衛星6機が打ち上げられ、2008年4月には最初の第3世代衛星2機が打ち上げられるということを報じた。2007年の打ち上げは10月26日と12月25日に行われた。どちらの打ち上げも成功し、全部で6機の衛星を軌道に投入した。打ち上げ後、ロシア初代副首相のセルゲイイワノフは、この打ち上げにより、 グラネス衛星群は18機に達して、ロシア全土での即位が可能となり、2010年までには、全世界での即位が可能となる24機に、到達するであろうと繰り返した。2008年12月の打ち上げにより20機体制となり、システム開発担当者は、必要な信号を受信できる範囲は、ロシア全域を含め地球全体の、約98%に広がるとしている。 2008年には6機の衛星の打ち上げが予定されている。RIA ノーボス値によれば最初の第三世代衛星の打ち上げは2009年に予定されている。2007年5月18日、ロシアのプーチン大統領はグラネスシステムの民間要素区位信号を正式に開放してロシア及び外国の利用者が無料で制限なく利用できるようにする命令に署名した。 大統領はまた、ロシア宇宙機関に民間及び、商用の必要に応じて、システムを保守、開発するように連携することを指示した。2011年2月25日、プレセツク宇宙基地より、ソユーズ2.1ビットにより新型のグラネス、軽処方機が成功率に打ち上げられた。2011年4月7日には、新しい CDMA 信号である L3 バンド信号が、 初めて送信された。グラネスの運用状況によると2012年2月の時点ではシステムは必要な数の衛星が軌道上にあって正常に運用されており、総数31機のうち24機が稼働中で、他は準備状態や予備メンテナンス中とされていた。2017年3月31日、軍事産業委員会の専門会委員会の 会議において配布された資料によれば、ロスコスモスの開発戦略では2021年から2025年には、クロナス K2、クロナス VKK を投入し2026年から2030年には、クロナス K2、クロナス VKK の2つの、計30機を動作状態とする計画を立てており、30機とすることで、今日1メートルである精度を0.1メートルにまで、 高めることができると報じられた。2017年4月15日、ロシアのロスコスモス社の副社長、ミハイル・カイローブ氏は、衛星ナビゲーションフォーラムにおいて、新しいグラネス衛星は、新たな符号化された信号を送信する予定であると、語った。2017年6月6日、リーシェットネフ・インフォーメーション・サテライト・システムズ・カンパニーが、 最新型のグラネス K2 の最初の打ち上げが2018年に予定されていると月曜日に同サイトで発表した。2017年6月6日、運用中の衛星が23機に減少し、システム全体の精度が低下した。報道によると1機のグラネス M 衛星がメンテナンスのため一時的に停止されたためであるという。軌道には予備衛星が一機、飛行試験段階の衛星が一機、 研究用のものが一気存在しているという。該当の衛星は2007年12月に打ち上げられ、2008年1月に稼働したものであった。2018年4月19日、グラネス M ナン、no. バー734の信号が途絶えた。後に復帰したが、対応年数を超えて運用されているため、6月にナン、no. バー756の衛星に置き換えられた。2018年4月25日、 グラネス M ナンバー723の信号が途絶えた。これにより動作中の衛星は22機となったが、後に復帰した。2018年5月1日、グラネス M ナンバー743が整備のため軌道を離れた。これにより25機ある衛星のうち、運用中の衛星は22機となった。後に復帰。2018年6月26日、 グラネス、K ナン、no. バー702が停電しメンテナンス作業のために、軌道から一時的に外れた。これによるロシアの領土内の信号の品質劣化などはないが、一部では不具合が生じる、可能性があるという。残り23機は意図した通りに、軌道上で使用され、1機が運用に入る段階にあり、もう1機は飛行試験中となっている。 2014年4月1日から4月2日にかけて、グラネスシステムは約11時間送信を中断した。このためこの間、世界中のグラネス受信機が完全に使用不能になった。原因は、軌道位置や速度などを示す、天体歴の誤ったデータをアップロードしたためだった。モスクワ時間の01時にこの天体歴がアクティブとなるのと同時に障害が起き、北半球の地上極上空で、 核衛星が復旧用のデータと入れ替えるまで12時間近くかかってしまった。この間、世界中の受信者からグラネスが使えないとの報告が舞い込んだ。その後の報告によれば約1.5分進んだ時刻の天体歴データが送られていたことが分かった。4月14日にも発機のグラネスが約30分間同時に異常な状態になった。グラネス受信機はこの間、 これらのデータを無視した。また、グラネス衛星のうち1機が使えなくなり、メインテナンス状態に入った。こちらの原因は、新しいソフトウェアを開発したプログラマーがいくつかの数学的なミスを犯していたのが原因で、この誤りはすぐに修正された。残された問題も5月中旬までには解決される予定。2004年1月、ロシア連邦宇宙局は、インドの宇宙機関、 インド宇宙研究機関と共同事業を発表し、両政府が協力してシステムを修復し、2008年までにロシアとインドの領域を18機の衛星で即位可能にし、2010年までに24機の衛星で完全に利用可能にするとした。2005年半ばに発表された詳細によれば、ロシアは衛星を製造し、2006年から2008年に、 かけて、インドのアンドラプラデーシュ州にあるサッティシュダワン宇宙センターから、インドの GSLV ロケットで2機の衛星が打ち上げられることになっている。2007年4月現在、インドはまたこのプロジェクトの一環としての衛星打ち上げを行っていない。2005年12月のインドのマンモハン新首相と、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の首脳会談で、インドがグラネス、 K シリーズの開発費用の一部を負担して2機の新型衛星をインドから打ち上げる代わりに高精度信号の利用権を得ることで合意した。2006年12月にモスクワで開かれた GPS グラネス総合運用制、互換性ワーキンググループの会合を受けて、米ロ両政府のウェブサイトで双方がグラネスの信号パターンを GPS やガリレオのものと共通なものに変更することが ユーザーコミュニティにとって利益をもたらすという認識で重要な前進があったと発表した。グラネスシステムを現在の周波数分割多重から GPS やガリレオと同じ符号分割多重へと移行することで双方の即位システムに両対応した受信機をより簡単に設計することができるようになる。GPS ワールド氏はその会合以前にグループは2回会合を持ち、 2007年4月に国際衛星フォーラム2007がモスクワで開かれた時に再度会合を開いて発表を行うと報じていた。2015年頃よりロシアの民用版グラネスシステムと中国の北斗広報衛星システムの統合の可能性について討論したとされており5月に中国とロシアはシステム互換性と相互運用性の協力合意に調印した。 2016年12月、ロスコスモスのイゴール・コマロフ氏は、ロシアと中国がグラネスと北斗の広報システムの、同期化が大きく進展したと発表した。2017年8月1日、7月31日から、ロシアと中国は、北斗とグラネスシステムの共同作業の可能性を、探求を目的とした2週間にわたる実験、シルクロードを開始したと発表した。セプテントリオ、トップコン、 ジャバード、マゼランナビゲーション、トリンブルナビゲーションがグラネス信号を受信できる衛星測位システム受信機を製造している。2011年5月23日、クアルコムはスマートフォン向けのチップセットでグラネスの対応を発表した。以下のチップセットは GPS 機能の一部としてグラネスを利用する。スナップドラガン S2、スナップドラガン S3。 スナップドラガン S4 プロスナップドラガン S4 プラス。ありがとうございます。